岩永ひろみくん、江藤誠一くん、陽介くん、中川正春くん、福田康夫くんが当選者と決定いたしました。ただいまの自民党は大きな困難に立ち向かっております。まずこの自民党の再生を期すことを私は懸命にやってまいりたいと思います。そして国民の信頼を取り返し、着実に政策を実行する、そういう政党に生まれ変わりたいと、このように思っております。万歳万歳万歳。ありがとうございました。結局今までなんか最近の流れで若いリーダーをみたいなことを言ってたんですけど、結局また福田さんのになって、あの年が上がっちゃって、やっぱりリーダーシップ取るのにはやっぱり安倍さんよりはっていうところ、福田さんの方がいいのかなってところは、まあ、ちょっと期待はしますね。